東京都千代田区六番町の明治女学校跡、明治女学校は、1885年から1909年まで、東京にあった女学校。1885年、牧師の木村熊二が、九段下牛が淵に開校した。島田三郎、田口宇吉、上村正久、岩本義春が、発起人となり、木村の妻で、田口の姉の安部美子が、取締役を務めたが、 彼女は翌年を没し、1887年、岩本が教頭になって実務を取った。岩本は女学雑誌を主催してもいたので、同志への寄稿者、星野天地、北村東国、馬場子町、戸川騎骨、島崎東村、青柳海らの若者が教団に立った。哲学の大西はじめ、心理学の元良雄二郎、国文学の大和田武器、 音楽の河田信子、英語の津田梅子、若松静子、医学の大毛の銀子らも教え、富井夫と荒井大水、島田三郎、上村正久、内村肝蔵が講師を務めた時期もあった。1892年、岩本が二代目校長となった。岩本もプロテスタントだったが、校内で宗教的儀式は行わず、布教を教育に混ぜ込まなかった。 そして、神のもとで平等な男女が健全な家庭を営むための心構えを生徒にしつけた。校舎も寄宿舎もボロ屋で、生徒の服装も失踪だった。運営を話し合う評議会には生徒も参加した。寄宿舎は自治性だった。全国から両家の子女が集まった。大塚直子は福君の海外留学中に入学した。学校は1892年。 高島地区下六番町に移転し、生徒数300の最盛期を迎えたが、教会や宣教師の経済的援助を受けなかったので、経営は楽でなかった。1896年2月、深夜の失火で、校舎、寄宿舎、教員住宅の大半を失った。商品の避難に、寄宿生の服装は乱れていなかったという。焼け残った教室で、残火。 桜井大村らが授業を続けた後、1897年、東京府北豊島郡巣鴨に校舎を新築した。1904年、岩本は高主に退き、教師で寄宿舎の社官だった、五組が校長になって支えたが、1909年に閉校した。千代田区六番町三丁目一と豊島区西巣鴨二丁目十四の十一の墓地に、記念の標識がある。印の後は、 入手可能と思われる改版。1889年の女学雑誌173号には、明治女学校の広告が掲載され、岩本義春、上村正久、木村熊治、木村俊吉、島田三郎、内村勘蔵が記されている。鈴木の久ひ九1983年48ページ。ありがとうございます。